やつの時なんね。うまいよこれ。本気で美味しくても。キャ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 ッター。さかなクンです。こんにちは。いよいよ始まりますよ。第2回おうちでフィッシュアングランプリのオンラインでございます。いや今年は一体どんなお魚料理をいただけるんでしょうね。とっても楽しみですね。前回の第1回目もとっても美味しくて感動いただきました。このグランプリについて、カンさん教えてください。はい、これは多くの消費者の方に国産水産物の魅力を知ってもらい、お家で食べていただく企画です。キャキャッター、こちらがその商品ですね。はい、これもとても簡単にお家で食べることができるんです。しかもこちらのサイトでどれが美味しかったかを投票できるシステムになっています。ちゃんの皮のあたりが焼き目がついて美味しそうですね。いただきます。ボリュームうまい。皮の表面がまた美味しくて、香ばしさとしっとりとした甘みと甘厚なタレで絶妙な味わいですね。またもうご飯と一緒にいただけるので、これはもうたまらない美味しさ。もっと食べたい。こちら、わあ綺麗ですね。透き通ったしらすちゃん、静岡県産生しらす丼、どーんといただきたいと思います。これは嬉しいですね。お米の上でしらすちゃんたちが輝いてます。いただきます。ほっぺこもそんなに美味しいね。美味しいです。しらすちゃんの優しく繊細な味わいだけれども、しらすちゃんの一匹一匹がプチプチとこうなんていうか、この口の中で泳いでるっていう新鮮さですね。抜群です。美味しいですいきなり。わあ、こちらはまたすっごいですよ。幻の高級魚おはせマダ丼でございます。マダちゃんといえばめったに食べれない超貴重なお魚ちゃんですからね。果たしてどんな味わいでしょうか。早速いただきます。白身の中でも腸がつくほどの高級魚です。これはすっごい味わい。マハタちゃんの身がプリプリして跳ね返ってきます。しかも噛めば噛むほど優しい甘さ。なんだこの美味しさは。うまい。おわせのマハタちゃん最高です。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいです。ギョギョッと大きなお鍋が、何が入ってるんでしょうね。お、尻尾がはみ出てますね。この尾びれは、わかりましたね。ギョギョッとタイちゃんですよ。お頭付きのタイちゃんが丸ごと一匹だ。なんと贅沢な。このタイちゃんはタイちゃんの名産地兵庫県の明石産の明石鯛でございます。本当に高級な、いやふっくらした身ですね。うわ、タイちゃんの身が熱いですね。分厚いですね。ではいただきます。うまい。タイちゃんうまいな。
明石のタイちゃん、うまい。明石タイちゃんはですね、明石の強い潮流に揉まれて身が引き締まってるんですね。そしてエビちゃんやカニちゃんや小魚をいっぱい食べて、とっても甘みが強い濃厚な味わいですね。鯛めしね、最高に合いますね。明石タイちゃん恐るべし。こちら柿ちゃんですよ。シンプルに柿丼、柿丼だ。嬉しいですね。柿丼はどちらかな。柿丼です。あなたが柿丼ですか。柿丼いただいちゃいますよ。どうぞどうぞ。まずすごく磯の香りが最高です。身がプリプリですね。いただきますよ。いただきます。なんかもう気分は岡山県の海の中にいるようなそんな気分ですね。本当にもう体全体が磯の香りになってる感じです。おー美味しい。うますぎて。おかわりめっちゃ美味しいです。もうあの香りがいいですね。もう美味しい。いると食べる機会が少ないそんなお魚ちゃんですが、瀬戸内海産ですね。もうハモちゃんの身が分厚いですね。いただきます。うまい。ハモちゃんは漢字で魚に豊かと書くんですけど、本当に豊かな味わいですね。瀬戸内海の海で育ったハモちゃんのパワーを感じる味わいですね。それでいてとってもしっとりと優しい美味しさですね。うん、うまい。もっと食べたい。こちらはうわかわいらしい、こう貝の身が乗っかってますね。これは赤西ちゃんなんですね。赤西貝の炊き込みご飯いただきます。赤西ちゃんの歯応えがシャキシャキして最高ですね。これは美味しい。山椒との相性が抜群ですね。ご飯にも赤西貝ちゃんの美味しさがじわっとこう染み込んでて、これは美味しい。もっと食べたい。うわこれまた美味しそうなお魚の身が乗っかってますね。大分県のマダイちゃんです。タイのごまだれ漬け丼いただきます。うまい。白身の中の繊細な味わいと甘さ、マダイちゃんはきっと大分県の海でエビちゃんや小魚を食べていっぱいこの栄養を実らせたこの白身がプリンプリンと跳ね返ってくるんですね。しかもこのギョマダレがまた美味しい抜群の相性ですね。これまたやっぱりもともと食べたくなりますね。最高です。うますぎます。うまいよこれ。こちら彩りがもう本当に美しいんですね。鹿児島県で漁さんが一本釣りで釣り上げられたカツオちゃん、その枕崎さんカツオ丼でございます。カツオちゃんの身が照り輝いてますね。いただきます。
なんだこれ、すギョくまた美味しいカツオちゃんなんですけど、よーく美味しく漬け丼になってますね。漬け丼は最高ですね。本当に美味しい。これはもっとください。ギャガッと、これはもう綺麗な赤身ですね。マグロちゃん、沖縄県産マグロ丼でございますね。実は沖縄県のマグロちゃんは本当に新鮮で、新鮮マグロがいっぱい集まる、素晴らしい、産地なんですね。いただきます。もちもちだ、もちもち、もちかして、これは沖縄県のマグロさんですか。そうです、大阪だったんですね。どうでもちもちだ、美味しいです。これ食べちゃった。おかわりください。いや、すっごく綺麗なこちらの身はサバちゃんですね。八のヘマエ置きしめサバでございますね。皮の色も綺麗ですし、身もすごいシャキッとしてるのが見てわかりますね。サバちゃんの身はとっても柔らかくて、すぐに身が崩れやすいですので、とびきり新鮮なサバちゃんということがわかりますね。いただきます。ご飯が欲しい。うん、まっ、脂がもうジャーッと、もう八戸沖のたっぷりのプランクトンや小魚、イカを食べて栄養みなぎるサバちゃんというのが一口ですぐに伝わりますね。おお、なんとパワーのあるしめサバでしょうか。うまい、めちゃ美味しいです。来ました、サーモンちゃん。もうみんな大好きサーモンちゃんです。それもあの豊かな海、三陸の海で育った、宮城サーモンスモークでございます。スモークサーモンで表面がテコテコ、いただきましょう。これはうまー、うお、これはスモークっぽいですね。身の表面の優しい滑らかさ、なんていうんですか、もうシルクのようなキノコの柔らかさですね。しかもこの美味しい風味がもう口から鼻にこう通り抜けるっていうか、うまい。誰もいなかったら皿舐めたいダメですね。ギャギャ、かわいいハタルイカちゃんですね。福井県沖のホタルイカちゃん、お気づきでギョざいます。うわー、ピッカピカですね。ホタルイカちゃんが、まだ取れたてでもう新鮮なうちにお気づきにしてくださってるんですね。さあ、イカちゃんどっちかな、あっちかな、こっちかな、イカよしよし、ピー、こちらだ、いただきます。うわー、なんて濃厚な、これはホタルイカちゃん一匹のパワーとは思えない、100匹分ぐらいのパワーがなんか伝わってきますね。音のお気づきの、この誰かまた美味しいですね。いや、もうここにご飯乗っけて、これでもう食べたいですね。うまいな。あと魚引き食べたいです。ホタルイカちゃんが来ましたよ。兵庫県の、浜坂漁協さん、浜ホタル刺身、かわいいですね。もうホタルイカちゃんは本当にかわいいイカちゃんなので、しばらくは見てたいですね。さあ、実はですね、ホタルイカちゃんはですね、あの茹でたりボイルしたりお気づけていただくことはあるんですけど、生っていうのはですね、相当新鮮じゃないといただけないですからね。一度冷凍していただいてます。
トタルイカちゃんはちっちゃなイカちゃんなんですけど、中に大きな肝が入ってます。肝臓ですね。この肝臓がまたすっごく濃厚なんですが、カニ味噌とウニを出したような味わいですね。イカはすごいパワーだ。美味しくて魚飯が欲しくなる。お酒も合いますね。うまい。嬉しいですね。2つのお皿、どちらもイカちゃんです。イカちゃんの名産地の、ヨムコのイカちゃんということですね。イカのオイル漬け、片方はネギ塩風味で、もう片方はレモン風味ということでございます。こちらどっちかな。いただきます。うまっ。優しい。柔らかくて甘くて美味しい。これはすごく爽やかなレモン風味ですね。イカちゃんってレモンちゃんとこんなに相性抜群なんですね。では次はネギ塩風味をもういただきます。ネギ塩風味、ちょっと焼肉みたいな感じですね。ネギ塩風味いただきます。これはドツンときますね。うん、おいしい。イカちゃんの甘みってネギ塩風味にこんなに合うんですね。これは魚飯食べたい。魚飯ください。イカちゃんなんですけど、気分はこうなんか焼肉屋さんでいただいてるような美味しさですね。うん、もうなんか、ますますお腹が減ってきます。先ほどもお伝えいたしましたが、このおうちでフィッシュワングランプリオンラインおうちでいただいて、おうちでご投票いただけますよ。ぜひともこちらのサイトからご投票くださいね。全部お取り寄せして全部最高に美味しかったら全部にご投票できちゃいますよ。おうちでフィッシュワングランプリオンラインぜひともよろしくお願いいたします。ギャギャギャ。